そんなのただの言い訳じゃん。しなくたって誰か死ぬときは死ぬし、何か出たってリカコさんどうするの？それは。リカコさんだって、狼かどうか本当はわかんないじゃん。ちえみちゃん、やめるんだ。植松家のご当主で、美人で、人格者で、ここじゃ人望ないかもだけど、みんな本当はあなたが善人だって思ってるし。上藤義じゃ、みんなから尊敬されてて、崇拝されてて、居場所がしっかりあって。でもそんなの関係ないよね。ちえみ！呼び捨てにしないでよ！リカコさんだって、狼かもしれないよね。本当は超嫌なやつで、全部演技かもしれないよね。私は、人です。みんなそう言うしかないんだよ！それを信じてもらえるかどうかじゃん！そこを、超能力とかさ。そんなの絶対信じてもらえるに決まってるじゃん！愛してもらえるに決まってるじゃん！そんなの、叶うわけないじゃん！私が持ってないものを全部持ってて、春秋さんまで取ってくなんて、ひどいよ、ひどいよ、ずるいよ！勘違いをされていますね。何が？春秋様は私に一瞬の望みをくださっただけ。一瞬胸をお貸しくださっただけ。むしろ私の浅ましい望みを春秋様は拒まれました。死に瀕されても公明盛大にそれを断られました。男女の何もありはせず、これからもありはしません。嘘だ、適当にごまかしてるだけだ。むしろ私には何もない。植松家の家紋と歴史と信仰と、それを背負っただけの空っぽの女、居場所だってありはしません。私はもうよすがに取り付く手も足も持ち合わせていません。心身の一辺に至るまで神内様の名のもとに切り売りしてしまった。どういうことなの？霧が晴れたら、残った証文も片付けて、名簿をよその警察にでも預けたら、どこへなりと流れて、身を処す所存です。しかしあなたは違う。霧が晴れたら、きっと安水は芹沢様を受け入れる。あなたの明るさと、強さと、心遣いは、残った皆様の希望となる。芹沢様の居場所は、ここです。私の居場所は、どこにもない。そして、不妻子様の居場所は、ここ以外のどこか。藤吉村に生まれた私たちは、彼と添い遂げることなど、夢見るべきではなかったのです。さあ、戻りましょう。お部屋までお送りいたします。嘘だよ。意味わかんないよ。そんなに難しいもんじゃないよ。付き合ってるなら付き合えばいいじゃん。好きなだけ何だってすればいい。それはもう、できないのです。なんで？その通りだ。不妻子様。植松家のご当主に対して、読み意味の宴と、藤吉村のことで、聞かなきゃならないことがある。ただし、この戸は開かない。ちえみちゃんは、帰ってくれ。嘘。
これを信じてもらえないなら、どうにしたって君とはダメだった。じゃあ一緒にいる。君は自分の昔の男性遍歴を詮索されるときに他人が同席したらどう思う？わかった。帰る。春秋さん、霧が晴れたら最後はちゃんとしてね。おやすみなさい。植松さん、一つ謝らせてください。何でしょう？あの時はお見苦しいところをお見せしました。こんな時じゃなきゃ嬉しい状況でしたけどね。やめてください。じゃあ真面目に聞きます。あれはそういう演技なんですか？あるいは植松家の務めを果たす際の仮面とでも言うものとか。ご存知だったのですか？
私たちはその経緯からして血筋を守ることを重視しませんでした。しようがありませんでした。植松の娘がこうなせば、それが新たな植松、植松の教えと秘義と、いくつもの不条理な掟に従う者が植松となりました。当主は必ず女が務め、それもまた根屋の橋ためとして務めました。娘が生まれれば新たな当主です。しかし娘が生まれなければ、よくできた別の娘が当主を継ぐこともありました。植松は血でなく思想で結束していた。その思想が藤吉に否定されれば、私たちは春日井を描いた屋台骨のようなもの、そして養子縁組など他の三家が望むはずもありませんでしょう。春明様はお優しいのですね。こんなことを聞いても、汚らわしい根屋の橋ためと罵ることもされず、水をかけることもされず、ですがその優しさがつらい。いっそ足ざまに罵っていただければ、諦めがつこうというもの、芹沢様のお気持ちが、今なら、理解できます。よろしいですか。最後にいいですか。はい。あなたは長者として読み弓の宴の秘密に一切関わってませんか。はい。身車が何を考えているかはわかりませんが、根屋の橋ためなど取るに足りぬと思っているのでしょう。ならどうして僕を逃がしてくれるなんて確信を持って言えたんですか。私は迷信にまみれた過去の血族の末裔です。その力をもってしてあなたの病毒を引き取りました。その力をもってすればあなた一人を逃がすくらいはできるかもしれない、そのように思っただけです。これでよろしいですね。はい、ありがとうございました。信じました。じゃあ明日会えることを願いつつ眠ることとしましょうか。春明様は
死ぬことはございません。神内様から賜りし、雲の加護があなたを守りますから。あなたが言うと怖いくらいハマってますね。え？いえ、何でもないです。メイコによろしく。はい。なぜ？明日、改めてお願いすると思いますが、僕が頼んだら本当のことを言ってください。それで、このゲームを終わらせます。その時に、もしあなたがいなかったら、僕がメイコを警察に連れて行きますよ。ありがとう。信じております。Thank you.
クソが！待て、僕だ。落ち着け。てめえか、クソが！チクショー！チクショー！チクショー！昨晩、やられたのは。ちくしょう！ちくしょう！見てくる。Thank you.
母さん。それだけかよ。それだけ？お前には僕の気持ちがわかるのか？泣きわめけば納得するのかよ。僕だって悲しいさ、絶望だってしてる。だけど僕は考えなきゃならないんだよ。母さんの無念を晴らすために、よく考えて、よく勉強して偉くなれ。父さんの無念を晴らすために、そう母さんに言われてきたからな。お前はいいよな、そんなのなくてさ、好き放題に生きて母さんにいっぱい構ってもらえて。結局僕はこんな子供みたいなことにずっとこだわって、延々悩みながらここまでやってきた。それでもいつかお前が大人になって、母さんも理性的になって、こんなわだかまり全部なくなるだろうって。もう無理だな、虚しいよ。頼むからよ、そんなこと言わねえでくれよ兄貴。もう母ちゃんはいねえんだぞ。俺らがひねくれた時に何か言ってくれる母ちゃんはいねえんだよ。兄貴がひねくれててどうすんだよ。僕は母さんの無念を晴らす。この母さんの指の形が何なのか考えて、割り出して母さんの仇を討つ。それでお役御免だ。母ちゃんはお前のこと好きだったよ。俺はな、逆に兄貴にムカついてた。母ちゃんは俺にお前の話ばっかする。俺以外にも、いや、一人の時も。寮暮らしの兄貴は知らねえだろうけどな、母ちゃんは最近ずっと親父の写真に独り言言ってたんだ。全部お前のだ。嘘だ。嘘じゃねえ。母ちゃんはお前の方が好きだったんだよ。当たり前だ、兄貴の方がいいに決まってる。だから母ちゃんは俺にこんなこと押し付けてよ。ちくしょう。おい、何してるんだ。母ちゃん、ごめんごめん。ねえ。よし、すぐやめろ。何か飲み込んでいるのか。母ちゃん。あった。兄貴、開けろよ。母ちゃんが死ぬかもしれねえから、その時は死体かっさばけって。そんで、出てきたもんを兄貴に渡せって。やっぱり母ちゃんは兄貴の方が好きだったろうが、目覚ましやがれ！妻子、さん、すみません。開いてもらえませんか？手が、震えて。ちょっと。
二人で読むようにとのことだ。僕はここから出るけど、最後に少しだけ、ご遺体に触れることを許してくれ。なるほど。なるほど。僕はもういい。下で、他のみんなと待ってる。